神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。そして今日は黒岩知事にスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてリポーターは梅子町です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてルイルイ、今日の話題は何ですか？はいはい、さあ今日の話題はですね、ワールドカップの話題ですよ。ワールドカップ、それがセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会なんです。そうなんです。来月9日からいよいよ始まりますけれども、はい、それを目前に控えて、なんと今月デンマークで開催されました世界選手権大会で470級の吉田芳岡ペアがなんと金メダルを獲得。すごい、すごい、すごい、日本人女性で初ということで、素晴らしい。もうますます江ノ島大会楽しみですよね、知事。そうですね、うん、このワールドカップで、ね、これはね、今まで日本で開かれたのは去年愛知県蒲郡で開かれたのが初めてだったんだけども、はい、今年から3年連続でですね、江ノ島で開かれるんですよ、ね、これでね、一気にね、このオリンピックムード盛り上げていきたいですね。本当、ね、楽しみです。いや、楽しみですね、うん、そんなね、世界のビッグイベントですから、はい、これね、みんなで一緒に楽しむ気はないでしょう。そうでしょう。ということで今週はですね、こちら、これさえ知っていれば楽しめる3つのキーワードで紐解くセーリング競技をお届けします。えってことは、リポーター梅子鉢ってことは2人が教えてくれるのかな。今回ちゃんとのプロの方をお招きしまして、はい、よかったですよね。この後じっくりお話を聞いていきたいと思います、はい。早速ご紹介しましょう。2012年ロンドンオリンピック日本代表の原田龍之介さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。爽やかですね、なんかね、ありがとうございます。あのセーリング競技なんですけれども、日本ではちょっとまだまだ他のスポーツに比べると、まあ、メジャーという感じではないんですが、海外ではまたちょっと違うんですってね。そうですね、まあ、あのセーリングの大会やるとなると街中がもうお祭り騒ぎになるぐらいにぎわいを見せまして、はい、あと特にヨーロッパだとですね、あの各国の王室皇室がセーリングをこうたしなんでるということもあって、かなり注目度高い競技になってます。まあ、知事はね、前回のリオ大会にあの現地に視察に行かれましたけど、うん、すごくやっぱり盛り上がってましたよね。まさにね、街ぐるみで盛り上がってるっていうのは、はい、まあ、リオもまさにそうだったんですよね。吉田例の吉岡組、はいはい、あの2人の決勝戦を見たんですよ。なんでなら吉岡って吉田組はダメだったんだけどね、うん、でもね、帰ってきたらそのままみんながブワー、選手が素直にやってきてね、観客とうわーって、ね、楽しそう。そうですよね、そうだったですね。さあ、そしてね、江ノ島大会いよいよ始まりますけれども、そのセーリングのワールドカップって一体こうどんな大会って言ったらいいんでしょう。4回ワールドカップと言われる、まあ、試合が各国でこう、はい、持ち回りでやってるんですけども、はい、オリンピック種目と呼ばれる種目があってですね、はい、それがそのままそっくりワールドカップで行われると。なるほど。ということで、まあ、注目度もレベルも相当高いものになっています、はい。さて田崎さん、はい、そもそもなんですが、はい、ヨットとセーリングの違いって分かりますか？あ、なんかどっちも使ってました。分からないです。同じ、ね、どういうことだろう。そうです、ここでフリップがあるんですが、はい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 、このオリンピック種目というのがご覧の10種なんですけれども、うん、こちらの違いは原田さん何でしょうか？あのどちらもヨットもセーリングも基本的には同じ意味なんですけれども、最初ヨット競技っていうふうに言われてたんですが、途中からこの RSX 級だとか、こういうウィンドサーフィン的なこう競技がですね、入ってきて、まあ帆船というか風で動く競技を総称してセーリング競技というようになりました。次はこの2つ目のキーワード、注目選手、こちらに行きたいと思います。実はですね、今回のワールドカップで日本人選手としては数少ないある種目に挑戦する選手がいるんです。そうなんです。それがですね、はい、こちらのフィン級に挑戦する藤村雄二選手なんです。はい、このね、今までなぜ日本人選手がいなかったのか、うん、ちょっとフィン級の代表入りを目指す藤村選手にお会いしてきましたので、こちらご覧ください。うちです、うちです、全力です、もっと全力です、力出せるはずでしょう。取材でさ、なんで山こ
声細っめまいしたひじひじ休憩なんでさヨットやのに山なんやろいやだから人気のハイキングコースなの人気なは分かるんだけど女子のねいやでもさその今の藤村選手ですよチーターみたいなえちょっとすいませんちょっとすいませんもうこれ以上走らさんといて山道を颯爽と走る大柄な男性彼こそ日本セーリング連盟の強化選手の一人藤村雄二選手35歳。現在フィンクラスでのメダルを目指して横須賀を拠点に活動しています。こんな山の中で何してるんですか？セーリングのフィンっていうクラスで、競技してるんですけど、はい、それでフィジカルがすごい必要なクラスなんでこの山走って体力トレーニングしてます。なるほど、なので山だったわけですねちょっと舞ちゃんそうか、なるほどなるほど、そうなんですねどれぐらいいつもされてるんですか？まあ、ここ頂上まであるんでずっと頂上まで走って戻ってきてっていう感じでこの暑さの中そう、藤村選手が挑戦しているフィン級は数あるヨットレースの中でも重量級の選手が大型ヨットで競い合うセーリングのヘビー級と言われる種目。海外選手との体格差もあり長らく日本人選手は不在でしたが今回藤村選手はこの種目でワールドカップシリーズ江ノ島大会を目指します。それにしても鍛え上げられたこの肉体、この人が黙っちゃいませんよ。この山の中で申し訳ないんですけど肉体美見せていただけませんここですいませんけれどもうちょっと落ち着いたところを今すぐ見たいんですよこの環境で無理ですよねほら小鳥も見せてほしいって言ってます。いや、全然脱ぐのがいいいけます。ほらほら藤村選手大サービス。さすがフィンクラスを戦う重量級選手、鍛え上げられたその肉体に二人も興奮気味なのです。硬いです。いかがですか島崎和歌子さん。ねえ、ちょっと本当結婚してください。唐突すぎますよそして今回は勢いでそのままご自宅にお邪魔しちゃいました。いやということで藤村選手のお家にお邪魔しちゃいました。お邪魔しますトレーニングマシーンがたくさんありますがご自宅でなされてるんですか？そうですね、まあ、セーリングに必要なトレーニングをやるっていう感じですけどもコロコロンってするやつですね。そう、コロコロンってやるやつでこれはもう普通にこうやってこうやって戻る感じ。ちょっとはい、やってみましょう。はい、一位します。いいですか？あ、そうそうそう、これまでいける。こうちょっと待って、イメージ通りです。イメージ通りじゃないよドスンっておばさんがこける音がしたけど。そしてこれはハイクアウトという船を起こすアクションを訓練するための専門器具なんです。こんな風に動画を見ながらイメージを膨らませて練習するのが藤村選手流なんです。普通のトレーニングじゃちょっと鍛えられないこういうところの、はい、トレーニング。はい、やってみましょう。どんどん外に出してって、お尻をもうここより落とすんです。助けて！ちょっと待って。先に。すごい、これすごいわ。もうほっぺの筋肉の揺れがすごかったよ。ちょっとその鍛え上げられたボディ、もう一回だけ見せてもらえません？さっき見たや。さっき見たや。見たっけ？ここ触ってないんですよ。ここ見。結構僕この出てる感じであれなんですけど意外に硬いです。こんな脱ぎたがりの選手珍しいですよちゃんとヨットで取材しないと。うっかり、あ、そうでしたね、はい、本編でしたね。本編、今から本編ですか？すいません。いやいや、脱ぎたがりで脱がせてばっかりだからもうしかもヨットの取材で行ったのに一回も海出てないからいや今回のリポーター選んでいただいて本当にありがとうございました嬉しい。この後しっかりちゃんとフィン級藤村選手の練習現場にちゃんとお邪魔したんですけど、かっこよかったですよね岩井島子さん。そうですね、もう原地ブーですね。はい、続きをどうぞ梅子鉢がやってきたのは藤村選手が拠点にしている横須賀市の湘南サニーサイドマリーナ。お、藤村選手発見。お茶目な一面もあった先ほどとは一変、セーラー海の男でございます。またちょっと違う、また海の男ですね。かっこいい、この姿もまた素敵、ね、今から練習ですか？そうですね、今からちょっと海に海に
はい、え、ちなみにこちらがフィン級？そうです、これが僕が今回チャレンジしてるフィン級っていうクラスです。すごい迫力ありますね。結構でかいんです。大きいですね、間近で見ると。これ全体でだいたい120キロぐらいなんですけど、それをもう一人で全部扱うっていう、結構そのフィジカルがすごく重要な。それではいよいよ藤村選手の練習に同行です。まずはその豪快かつパワフルな走りをご覧ください。さっきのほらトレーニングでこうやってあったやつが今ほとんどあのポージング、120キロよこれ。カブカルト、うわ、きっかけは僕地元山口県なんですけど、その山口県で住んでた実家の近くにたまたまヨット教室があって、そこに親に連れて行かれてからそのまま続けてますって感じです。高校もヨット行って、大学もヨットで行って、でどんどん競技が楽しくなったん で今回このフィンっていうクラスのチャンスが巡ってきたんで、クラスをフィンに変更して東京を目指そうと思って。それでは原田さん、ポイントの解説をよろしくお願いします。常に変化する風と波にこういうふうに合わせて動いてるんですよね、うん、でやっぱり強い風の時もあるので、それに負けないだけのフィジカルっていうのがやっぱりトレーニングしてただけあって必要になってくるんですよね、うん、日本人選手はやっぱりこう体格的に不利だったりするんですか？そうですね、まあ、このクラス特に体格が必要になってくるんで、うん、まあ、VTR では風弱いですけど、風強くなってくるとそれが如実に現れてくるので、うん、若干不利と言われてはいます。あえてって言われたら、誰も日本人でチャレンジしようとしてる人がいなかったから、逆にチャンスだし誰もやらないから面白そうだと思って、もう全然世界のトップランカーの選手たちとは現状はすごい差があると思います。ただ日本人もそうだけど、ミニマムの軽い選手でもしっかりコントロールとかセーリングをしきれれば、風がない雰囲気だったらすごいチャンスがあるんだろうなっていうのは分かります。どういった練習されるんですか？ここはもう今1点しかいないので、基本的には風上に向かっていく練習と風下に向かっていく上がって下がってっていう練習を、タックっていうアクションだったりとかジャイブっていうアクションだったりとか、それの練習を入れながら、まあ、このフィン級っていうのはずっと体を動かしてないといけないので、まあ、休んでる暇ないですよね。特にこうやってこう頬を張ってる方を変えるのをジャイブって言うんですけど、うん、これ頭打ったりすることもあるので大変な競技ですね。機敏性も必要だし大変ですね、はい、まだまだ世界との差が大きいと言われる日本人のフィン級競技、藤村選手をはじめ現在3名がその世界の壁へ挑戦し続け、2年後のオリンピック出場を目指しています。その日本人自体はもうフィンのレース出ること自体が結構貴重なので、その一個一個の大会をしっかりステップアップレベルアップの大会に持っていけるように作っていって、最終的にやっぱりオリンピックに出場することを目標にできれば、メダルを獲得できるように挑んでいきたいと思います。セーリングの魅力はやっぱこの自然だと思います。でこの自然の中で自然の力だけを使ってヨットっていう道具を使って競技をするっていうのがすごく面白いし、日常に海はあるんだけど非日常のような感覚にもすぐ近くで得られるし、すごく面白いものかな、セーリングっていうものが。いかがでしたか藤村選手、ね、いや3名しかフィン競技いらっしゃらない日本人、ね、すごいですよね、もう応援したくなりました。あんなダイナミックな競技があるって、私もね知らなかったけども、そういうことにあえて挑戦しようっていうのがなんか素晴らしいですね。そうですね、頑張ってほしいですね本当に。原田さんは藤村選手とお付き合いがあるということを聞いたんですけども。そうですね、はい、大学の時から
知ってはいるんですけども、はい、まあ、VTR の中だとかなり真面目な感じで、うん、話してましたけど、これでも結構真面目です。あの実際に話すとチャーミングな一面が見えたりするので。はい、セーリングの競技の中でも、まあ、10種目あるっていう話ありましたけど、その中でもやっぱりレベル感というか層が厚い種目なんですよね。その中で挑戦されている藤村選手、なかなか日本人挑戦しづらい競技ですけど、すごいなとやっぱり思いますね。あのワールドカップ江ノ島大会にも出場されるということなので、ぜひ、ね、オリンピックにつなげてもらいたいなと思いますよね。はい、今後も、ね、藤村選手に注目していきたいと思います。さてさて、フリップに戻りますが、はい、こちら3つ目のキーワードですね。はい、紐解くセーリング競技、最後は知られざるプロの世界ということで、今までは競技の選手だったりとかそういったところだったんですが、うん、はい、ちょっと目線を変えてオリンピックを支える技術力に注目いたします。はい、そうなんです。実はですね、うん、選手に先駆けていち早くオリンピック代表に選ばれたこんな企業があるんです。梅子鉢がやってきたのは綾瀬市にあるパフォーマンスセールクラフトジャパン。実はこちらヨット競技においてある意味オリンピック日本代表ともいえる企業。一体どういうことなんでしょうか。こちらがある意味、はい、東京2020大会の日本代表といっても過言ではないんですよね。そうですね、今回オリンピックで、セーリング競技がありまして、一人乗りのヨットレーザー級とレーザーラジアル級に関しましては国際規格に基づいて船の規格が決まっておりまして、その船でしか選手は競技に参加できないというルールがあります。その船を今当社の方で作っていることになりますね。日本では当社だけで、世界的にも4カ所でしか作っていませんので、日本とアメリカ、オーストラリア、イギリス、その4カ国でしか製造ができないんですね。ライセンス契約になっておりまして。そうなんですよ、うん、オリンピック種目って船で性能差がないように必ず規格が決まっているんですけども、特にこのレーザー級レーザーラジアル級っていうのはその規格がですね厳しくて、どこにパーツをつけなさいとかそういうのも全て指定されているので、まあ、その中の一つっていうことですよね。来年、鳥取県でこのレーザー級の世界選手権があります。それに向けて今約160隻を今作っているところで、それが終わって次の2020年のオリンピックに向けてまた百数十隻作るような予定でいます。お忙しい中、今回は特別に工場を見学させていただきました。じゃあまずは珍しいものをお見せしましょうか。何ですか、何ですか。はい、おー、あ、開いた開いた、レーザーラジアル、レーザー級の、一番元となる型ですね。もちろんこれも世界に4カ所にしかこの型はないので、なかなかこれは見れないですし、よそにはないものですね。これは世界4カ所のライセンス工場にしかない船体の型。奥が船底、手前が甲板となり、世界中の大会で使用されるヨット作りの原点なんです。続いてはですね、先ほどの、型に、塗装を塗ったものにこういうガラス繊維ですね、ガラスを細かく刻まれたものになります。これがヨットのベースになってまして、これにポリエステル樹脂というものを混ぜて、硬化させていくと、まあ、強化プラスチックということになって硬いものになります。で、奥のものもそうなんです、こちらもそうなんですけれども、こちらがデッキ側、船の甲板側ですね、上面、こちらが船の底ですね。はい、同じようにコーティングされた2つを合わせボディが完成なんですが、ここにはあるルールが。それぞれ重さ、重量がポイントで、規格、国際規格で約何キロっていうところが範囲が決まってまして、その規格内に収まった船を同時に重ねて、で、できた重量もまたそれも決まりがあって、完成重量というものも決まってます。先ほどカップリングという、作業で船が、一体になりました。で、その、生まれたての一体になった船に、ヨットのパーツをですね、パーツを今取り付けているところです。はい、同じものを全て
けないといけないの で、 で同じ位置につけていってるところです。こうやって皆さんはもっとずっと職人さんなんですか？そうですね、まあ、彼も昔セーリングしてまして。え、そうなんですね。素敵な笑顔セーラー兼職人です。自分も乗り手じゃないとわからないところもいけないので、その辺も、大切なところですね。え、ちなみに小林さんは？はい、私もまだヨットは乗り続けています。今現役で。そうです。うわー、はい、同じ重量、同じパーツのものを同じところにつけて、すべて同じヨットの規格であることが一番大事なので、そこを抑えるところが一番難しいですね。パフォーマンスセールクラフトジャパンはこれまでに数多くのレーザーを製造、多くの大会を支えると同時に競技の普及にも大きく貢献してきました。なんと今回特別にレーザーラジアル級の完成品がこちらです。すごい迫力ですね。フォーを操るんですけど、操っていいんですか？これを引っ張ってもらうと、はい、あ、重たい。そう、そうですね、あ、重たいですね。緩めるとこの風を緩めてってもらっていいですか？そうするとこの方がだんだん引っ張っていくと内側に入ってくる。引っ張ってます。もっとです。そんなに？ちょっと待ってくださいよ。もっとです。え、そう、え、嘘、嘘、1ミリも動いてないですねこんなに？はい、片手。ああ、本当だ本当だ。ちょっと下がった。下がりましたよね。マストも曲がって片手で軽々とめちゃめちゃ近いさあここで問題です。このレーザーラジアル級のヨット1台おいくらだと思いますか？はい、まずは1番60万円、2番600万円、3番6000万円。 How much？ これ耐久性どのぐらい持つとかあるのかな、あるんですかね。え、どうだろうね、いくらでしょう。難しいねこれね。小林さん、はい、ズバリおいくらでしょうか？はい、こちら一席で60万円ですね。約60万円です。え、そうなんですか？はい、もっとなんか600万、6000万かなと思ってたんですけどもちろんあのオリンピック競技にもなっておりますけれども、一般の方でも普通にヨットハーバーに行ってセーリングを楽しむ方も乗れますし、大人から子供まで、年配の方は80歳ぐらいの方も乗ってたりとかして、もう年齢層は広いヨットの種目ですね。そうなんですね。いかがですか、うん、菅野美穂さん。ねえ、私もぜひ欲しいんで、あの黒岩知事に買ってもらいますいいですね。じゃあ私もお願いします。お願いしますあの日本人の選手ももちろんですが、あの世界中の選手にメイドインジャパンの船を、楽しんでもらって、満喫して、相模湾の海でレースをしていただければと思っております。いや、次に2席お願いします。もう1席くすいません、原田さんに教えていただいて、私の分も1席お願いします。思ったより安かったですね。びっくりしました。600万かなと思ったけど、そうなんです。一般の方も買える価格でされてるみたいなんです。あの原田さん、このパフォーマンスクラフトジャパンという会社、やっぱりヨット界では相当有名な会社、はい、そうですね、あのオリンピック種目の船を作るってなるとやはり有名な会社になってきて、はい、まあ、私も実際ロンドンオリンピックの前はこのパフォーマンスセールクラフトジャパンで整備も含めてここでやってもらったり、うん、やはりメイドインジャパンのこうクオリティの高い技術というか、うん、はい、それ担保されているので、こう選手の気持ちも分かってくれるっていうのはすごく助かりますよ ね、 ね、普段競技の方にやっぱり皆さん関心いっちゃうけどね、こういう神奈川のものづくりの技術がしっかりと生きてるっていうのはね、なんか嬉しいです ね、 ね。さあ、セーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会なんですが、はい、9月8日土曜日のウェルカムフェスティバルを皮切りに9日から16日の1週間江ノ島ヨットハーバー沖で大会が行われます。レース自体はね、11日から始まりますよ、はい、さらにですね、大会終盤の15、16の2日間こちらはワールドカップフェスティバルを同時開催いたします。セーリング体験からスタンプラリー、あとメインステージではクリスタル K さんのスペシャルライブやパフォーマンスなどが行われますので、競技をね、気軽に楽しむチャンスですよね。藤村選手の他に注目選手ってどんな選手がいらっしゃる？冒頭あのお話しあった吉田選手ですね、はいはい、470級の女子ですけれども、はいはい、この選手、私実はロンドンオリンピックの時には一緒に活動して4年間ずっと一緒に練習もしてた経験あるんですけども、はい、かなりっていうか一番日本の選手の中で金メダルに近い選手だと思いますね。
土井選手とかですか、はいはい、あのこの選手も過去2回オリンピック出て経験しているので、うん、あの非常にメダル期待できるんじゃないかなというふうには思ってます。なるほど。お、そして、はい、これ深澤選手なんですけど、はいはい、実は私の大学の後輩でして。そうなんですね。そうなんです、そうなんです。すごくスピードが出て海面から浮き上がってるというか、ヨットが飛んでいるような競技の選手なので、ぜひそこも見ていただきたいなと思いますね。はあ、ぜひね、みんなで応援したいなと思いますね。さらにですね、うん、ワールドカップに合わせて自動運転バスが江ノ島海岸バス停と競技会場を結んで走るんですよね。気になるんですよ、自動運転バス。これ神奈川県の事業なんですよね、うん、知事。そうですよ、これね、うん、あそこのエリアはね、相模ロボット産業特区の中に入ってるんですね、うん、それで今までもね、無人走行運転システムの実証実験を世界に先駆けてやってきたところなんですよ、はいはい、今回はね、レベル3といってドライバーが乗ってるんだけども、はい、手を離してるという状況、いざという時にはサッと触る。なるほど。でもこれ2020年には全く無人のレベル4というですね、無人バスを走らせて世界をあっと驚かせたい。楽しそう。思っていますね。これ見たいですし乗りたいですよね、はい。まあ、江ノ島にお越しの際にはぜひこの自動運転バスが走っているところもチェックしていただければと思います。そうですね、本当にこのワールドカップ楽しみですね、知事。そうなんですね、うん、やはり我々一番の目標はね、2020年の東京オリンピック、このセーリング大会をね、思いっきり盛り上げたいという中で、今年から3年連続ワールドカップがあるわけですよね。これによってね、だん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 このセーリング競技っていうものをね、盛り上げていきたいなと思っているわけですね。改めて原田さん、このセーリングワールドカップシリーズの江ノ島大会、見どころどんなところなんでしょう。雰囲気感じてほしいですね。なかなかこれだけの大会が間近で見られるっていうのはないですし、あと、まあ、ヨットの帆にですね、はい、各あの国の国旗の、はい、が書かれているので、その各国旗が江ノ島の海にこう広がって華やかに彩られるっていうのは一度見ていただきたいなと。で、応援してくださる方もなかなか見れない機会なので、うん、ぜひあの足を運んでいただきたいなというふうには思います。はい、大会が盛り上がることを期待しております。原田さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。